い、皆さんこんにちは、タレキモデルスでございます。今回はね、ちょっといつもと違うが、どうぞ発車してください。ご紹介しますよ、はい、初走行ね、今の私の車にちょっと当てていたのね東高さん初走行ということでね、ラジオ始めたばっかりのお客様でね、一緒に発車させていただこうかなという感じでね、今走ってられるマシンがタミヤ模型の DT03、何だったかな、デザートゲートやったっけ、違うわネオマイティフロッグじゃないですか、レーシングファイター、レーシングファイター、はい、すみません、ありがとうございます、ね、タミヤのマシン、ボディーガイでいろいろあるんでね、はい、で、私のマシンが2022年、タミヤグランプリ九州大会、全日本九州大会かな、うん、の TD2 クラス、TD2 クラス、アスチュートクラスだったか、うん、アスチュート2022クラスで、なんとタミヤのカリスマドライバーパイセン RC を下して優勝したマシンですね、うん、なので、初心者さんの初走行のマシンをチャンピオンマシンがいじめるというね素敵な動画になっておりますまああのね、楽しくね走ってもらおうかなということでね、まあラジコン走ってこうね、間もない方って自分のマシンの音を聞いてるとうまいこと走れると思うんですけど、こうやって横で喋ってたりとか、他のマシンの音がしてるとね、結構走れなくなっちゃうんで、それも練習していただこうかなという、非常にちょうどいいなということで動画撮っておりますけどね。まあね、パイセン RC ももちろん待機モデルプも始めた当初はね、ちゃんと走れない、練習してちゃんと走れるなのまでね、だいぶかかるというね、ことを聞いたことがあります。タレキは実は最初から始めたんですね。うん、ラジコン初めてね、初めてのレースで80人ぐらい参加するね、その当時のオフロード全盛期でしたね、80人ぐらい参加するレースで4位になってね、天才なんじゃないかってね、思った時もありました。はい、ただね、やはり皆さん努力、そしてゲーター努力はね、もう本当に練習の努力以外の努力もものすごくね、皆さんしていて、そういうことをね、見ながら小さい時ね、ラジコンのレースやっておりましたよね。やはりデータ分析大事なのだなということでね、今初老になった今もねデータ分析しながらこうやって走っておりますけどね、はい、DT03 のね仕様を見てみると、多分ノーマルのタイヤですかね、あれ、はい、ノーマルのタイヤですね、ノーマルタイヤ、ノーマルタイヤっていうとね、ラジコンされてない方はもしかしたら全然グリップしない安物のタイヤなんじゃないかと不安になる方もおられるかもしれませんけどもね、実はタミヤ模型さんはノーマルのタイヤで付けているものほとんど、まあ、全部とは言わないですけどね、ほとんどオフロードに関しては特に、初心者の方でも操縦しやすいように、タイヤをチョイスして付けてくれてますのでね、ノーマルタイヤだからといって悪いわけではございません。うちの路面に関して言えばノーマルタイヤの方が安定して走れると思います。ただ速く走るってなるとね、やはり私が今つけてるようなタミヤさんでいうとデュアルブロック C タイヤ、これですね、はい、一番速くは走れるんですけども、ここら辺ね、ここら辺でちょっと見てもらったこうタイヤがチコチコチコっていうフロントタイヤが動いてるの分かると思います。これね、圧をかけないとグリップしませんのでね、こういうふわふわの砂が浮いた路面だとね、普通のオフロードコース、カーペットコースとか、もちろん転圧ですごく土を固めたようなコースだとね、自分がマシンのタイヤに圧をかけなくても勝手に転がり抵抗でね、圧がかかっていくんで、大丈夫なんですよ。うちみたいなね、砂がふわっと乗ってるようなコースだとね、タイヤがグリップし始めるまでちょっとタイムロスがありますのでね、圧をこうかけてね、グリップを稼がないといけないですね。そういうところができる方は、タミヤのデュアルボックス C タイヤの方がね、走行するのは速く走れます。ただね、やはりね、これができるようになってれば、タミヤのパーセン RC といい勝負にできると思いますね。そのぐらいのレベルの方はね、できると思うんですけど、なかなかね、日本でも100人もいないと思いますんでね。それを目指して皆さん練習していただければ。
思います。で私のマシンと、まあ、DT03 ですね、まあ、違いっていうとやはりメカニカルグリップを発生させる方向性が少し違うような気がします。はい、ありがとうございます。 DT03 の場合ね、まあ、初心者用とメリットだけあってね、まあ、リアが安定するように作られてると思います。そうすることによってね、まあ、スピンしにくい、スピンしにくいということは、いいところでもありますけど悪いところでもあるというのが、曲がりにくくなっちゃうんですね。でその曲がりにくくなっちゃうとこう無理やりハンドルを切ってるとグリップの低い路面だとハンドルを切りすぎた転がり抵抗で逆にスピンしてしまう。なのでハンドルが切りすぎにならないようなフロントタイヤのグリップの上げ方っていうのを目指してねやられるといいと思います。そして私が使ってる TG2 アクシュート2022だとバランス取れたマシンですんでね、はい、まあ、なるべく前後タイヤ一緒のコンパウンドの方がいいのかなと思います。そうすることによってね、滑るときも、滑らないときもバランスよくなってくれるんでね、滑ったとしても、リカバリーしやすい感じですかね、うん、まあ、何分ぐらいされてるかな、10分、6分されてる、はい、もうちょっと食べようかなじゃあまあね、私の TS、これ2022年のね、九州大会で優勝したまま、仕様になっております。バッテリーもリフェでね、タミヤグランプリの仕様で走っておりますのでね。なので、まあ、タミヤグランプリ九州大会というとね、三井グリーンランドという、テーマパークというの、遊園地というね。遊園地でやりますのでね、砂ではないんですね、路面が。ただ、塗装路面っていうのかな、塗装路面なので普通のアスファルトとかコンクリートより全然グリップが低い、自由が低いですよね、はい、なので、まあうちのオフロードコースで練習してるとまあね走りやすいかなと思います。うちのサーキット走ったことない九州のドライバーね、は、多分タイヤ機とかそのうちのお客さんが九州大会で、まあ、活躍してるところを見てる方もおられると思う、うん、だから九州大会よりミューが低いサーキットで練習してるから速いんだろうって思われてる方もおられるかもしれませんけど、ミューの具合はねほぼ一緒です逆に言うと低いところで走ってると高いグリップっていうのを走れなくなっちゃいますんでね、初心者の方がよく勘違いされるのはタイヤ、滑るタイヤで速く走れれば、グリップ力の高いタイヤでも速く走れるだろうと勘違いしたんですね。これがね、罠でね、ラジコンをやめてしまう、悩んでやめてしまう方。ね、今まで何人か見てきましたけど、そういう方が陥る罠なんですね。タイヤのグリップが低ければ、いいところ、悪いところはグリップが低い、スピンしやすい。いいところは失速がしにくい。加速はしにくいけど失速もしにくい、グリップ力の高いミューが高い、ね、路面、で走ると加速率はいいが失速する率も高い、うん、なので速く走るって言われると安定に走るのはねもちろんグリップが高い方がいいんですけど速く走るっていう風になると実はフロントタイヤもしくはリアタイヤのグリップが邪魔になる。なのでそこら辺もねすごくタイヤグリップしててラインも取っててすごく綺麗に走ってるのになぜか他の人に追いつけない、自分には才能がないんだって言ってラジコンやめられる方多いんですけど実は違うんですよ。タイヤのグリップを1ランク、グリップというか簡単に言うとタイヤのコードを1ランク硬くしてください。そうすると解決します。なんでねもしそういうことで悩まれてる中級者上級者の方がおられればね、まあ、最近言ったこともね、騙されたと思っていただければね、タイムも向上します。タイムっていうのは一周、もしくは一瞬のコーナーのタイムではなく、トータルタイムの話ですね。4分なら4分、5分なら4分ね。トータルタイムで、考えてみてください。レース出る方はね。そしてレース出ない方はね、もう一瞬、速ければいいよっていう方はね、もうグリップバンバン上げてもらって、偶然、失速しないのを偶然、
引っ張ってきてもらえれば早く走れますよね。そういうことを、ね、考えながらラジコンやるとまた一つねラジコンが楽しくなると思いますのでね、はい、今俺失速してるかなって考えながらね、はいはいはい、走るとすごく同じとこを走っててもああちゃんと走れてないなって思い出して、飽きることがなくなりますのでね、うん、物事よくね飽きるっていう方おられるんですけども、飽きるのは多分ね、たい焼きの経験によると知識不足です、うん、知識よりも経験が勝ってしまうんで、うん、飽きちゃうんですね、うん、だから今たい焼きはこうやってジャンプしたりジャンプしなかったりして走ってるのは別に遊んでるわけじゃなくて、これジャンプした方が早いのか、もしくはジャンプしない方が早いのかって考えながら走る。自分のコースでそれを考えるまで行くまで知識を深める、計算する、うん、資料を深くするということで、それは遊びだと思いますのでね、はい、なので、実はラジコン、まあエキスパートの方ね、上級者じゃないですよ、エキスパートの人の方、うん、ねが、総じてできるのがラジコン早い人は仕事ができます、いいぐらいかな、はい。だからね、今回はね、なんか説教臭くなりましたけどね、初心者の方をいじめて楽しんでみた動画でした。撮影協力ありがとうございます。それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、通常はたい焼き食べたい RC ラジコン動画の方でね、ラジコンの走行動画アップしておりますので、そちらも見て楽しんでいただければ。それではさよなら。